なんだこのお便りは。ちょっとまだ早いんじゃないかこれ。今回も鴨根さんのアトリエ家具屋の思い出はありますか。ちなみにナースと姉と家庭教師どれから選びましたか。なんだろう、あのアトリエ家具屋に思い出がある前提で話されてるのがちょっと尺なんですけど、ちょっとググるか。私は18歳以上でございます。製品一覧、これあの配信の画面に映したら即番な感じがたまらないですね。配信の画面に映した瞬間に終わってしまいますね。なんかあるかな。ちょっとすごい昔の方に今戻ってるんですけど、私はあのおっさんなのでやっぱ古いタイトルになっちゃうんですが、あー、最終痴漢電車、汁集めアドベンチャー、妹汁、妹汁俺やったことないな。これ昔はいろいろ出してたんですね。まあでも最終痴漢電車のイメージが強いけどね。実はね、ナースもの俺やった記憶がないんですよね。なんかあるかな。最初期のゲームしかやってねえじゃねえかよみたいな感じだな。姉物が結構多いんですね。なんかもう一個ぐらいやったことある気がするんだよな。頑張って、頑張ってというか公式サイトのやつ見て思い出そうとしてますけど、ちょっとわかんないっすね。あった、爆姉だ、これだ、爆姉。ごめん、ちょっと待って、8時に話す話題ではないな、これ。ちょっとやめよう、8時に話す内容ではない。爆姉はね、アニメも面白かったっすね。はい、じゃあまあそれぐらいのことにしときましょう。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございました。